はい、こんばんは、山城と申します。さあ、おせちクリスマスケーキ&おせち徹底調査シリーズ。カタログ徹底調査って名前になってますけども、もはやもうホームページでやっちゃってますけどね。今日はファミリーマートおせちバージョンね、見ていこうと思います。さあ、ファミリーマートおせちどんなのかっていうのでね、今までね、そういえば、紙のね、パンフレットを持ちながら、その比較しながらね、対比してやってましたけど、なんかね、私ね、てっきりもらってきてたと思ったんですけどね、なんか見てみたらね、クリスマスのやつしかどうも、もらってくるの忘れとったみたいで、ちょっとおせちの、紙カタログなんかなかったんですけど、ね、もう続きでね、おせちのやつも、もう電子カタログでね、見るようになってるんで、もうそっちの方でね、見ていっちゃおうかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、ペーパーレスの時代ですからね。時代はペーパーレスでございます。では、早速ね、ファミマのおせち見ていきましょう。さあ、ってことでね、やってきました。ファミリーマートの特設サイト、大きくしようかな。よいしょ。よし。で、キャンペーンのサイトが、特設サイトができております。で、このところでもう、店頭と宅配とね、両方選べるような感じになってますね。一応ちょっと店頭の方の方がですけど、そんなに値段変わらないんですね。っていう感じです。ファンペイですと、300円相当の、還元があったりしますよということなんですけど、実際じゃあちょっとどんなのがあるのかね、見ていきましょう。もうね、一押しって、なってるんでね、これ一押しから見ていきましょう。一番上に来てるのは、八尾彦本店さんのおせちが来てますね。ほうほうほう。おせち三段重は要注ということで。これは、詳細は、実は、あれだ、品目の細かいのが、こっちだとちょっと見れないのかな。ちょっと後でちょっと調べてみますけど。まずちょっとざーっとじゃあ見ていきましょうか。八尾彦本店さんのおせち三段重ってことで、和洋中ね。いろいろとエビも入って、まあ、ここがあれかな。奥に和かな。ここが和のちょっと昔ながらな感じで、これが洋の感じになってますよね。アイガモロースかなとか、なんかいろいろ入ってますね。なるほど。はい。で、こっち的に中華的なものとかいろいろ入ってる感じかな。っていう感じで、かなり三種三様飛んでますね。和洋中三段重に、アワビ、和牛ローストビーフに、愛知三河豚の、黒酢豚など、プレミアム食材、ふんだん盛りこと三段重になってますよ。ということで、これがかなり、メインになってきそうですね。価格が、店頭切取りの方でちょっと見ていきますね。2万7千円、包帯2万5千円となってますよ、と。で、さらに行くと、こっちですね。次が2段重になっているやつですね。量が単純に、ちょっと少なくなっている感じなのかな。内容的にはそんなに変わってなさそう。あ、中が減ってるね。っていう感じですね。で、3人前になってますよ、ということで。少し、要は中華的なメニューのところを減らして、ブラッシュアップして作ってありますよって感じですね。伝統的には、祝い、魚から鬼しめ。祝い魚から鬼しめ、人気のローストビーフなどバランスよく盛り込んだ和洋二段重ということでございますね。こちらですと、税込み16,200円と。なってますよということですね。なるほど。この八尾彦本店さんとのコラボのやつがこうメインになってる感じですね。で、さらに行くと、一段重ということで、まあ、二人前。まあ、一人でもいいかもしれませんね。二人前という感じで。黒豆やイクラなど、厳選の和の献立を、品数豊富に盛り込んだ少人数でも満足できる一段重ということで。まあ、もうね、じゃあ、比較的、そのシンプルにおせちを楽しみたいよっていう時には、これぐらいでもいいんじゃないですかって感じでございますね。これで、1800円で、店頭受け取りの価格となっておりますよ、という形ですね。で、さらに下に行くと、今度は祇園屋さん。これはなかなか豪華そうですね。初祭、おし、えー、初祭かな？初祭かな？初祭おせちかな？初祭かな？おせち豪華セットということで、京都祇園屋、万文かな？京都祇園ですね。祇園山文さんですね。はい。山文さんが監修した8寸の大きな三段重に、3つの中から1つ選べる、豪華セットということで、その3つがすごいですね。宮崎牛セットに、生ズワイガニセット、デザートセット、あらら、宮崎牛、あららら、がついたお得なおせちです。これだけついて19,800円。あ、これは宅配オンリーらしいですね。なるほど。っていうのがあるらしいです。わ、すげえ。いいですね。で、次は、
肉づくしおせち、名古屋マリオネット、アソシアホテル、駅前の、でっけほ、公共ホテルですね。駅前というか、もう、駅直結のところですね、マリオネットやと。ありますね。あそこが監修したのが来るみたいですね。牛肉を使用したサーロインステーキや、それはもう肉肉しい、ローストビーフ、や、GBA まで入っちゃってる。使用したソーセージやコロナあたりかな。肉尽くしのおせち、これが 15,984円。これも宅配オンリーで受け付けをしてますよってことなんですけど、チラシを見るってなってるけど、チラシ開いたらどうかな。あ、これで、ヤフコ本店さんのやつとか見えます。あ、こんな感じで書いてあります。ヤフコ本店さんのやつ、1の10が、味付け、数の子、松前漬け、手まり餅に、黒豆に、いくら醤油漬け、紅白生酢、カステラ卵、鶏の、松風焼きか、に、栗カンドに、栗キントン、カラスカレーの最強焼きに、アワビの、柔らかに、わかめ、うまみ添えに、しらすくるみということですね。で、二段重が、こっちがで、和のやつですね。で、二の重に、和風ローストビーフ、牛とエビに、トントロ焼きに、キャロット、ラペに、砂肝の燻製にんじんマリネ、スモークサーモントラウト、スタッフドオリーブ、スタッフドオリーブ、これか。はい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 。に、キスの、スカベッシュ、スカベッシュ、さらに、テリーヌに、ドライトマトの赤ワインにっていうことで、まあ、野菜なんかもね、いろいろと入って、ちゃんとバラエティ豊かになってるのがすごいですね。アワビは池のアワビを、一度に大量に煮込み、さらに、アワビの旨味を閉じ込めることで柔らかな歯ごたえに仕上げましたよ、ということらしいですね。すごいですね。で、和牛ローストビーフ、電子された黒毛和牛ですね。このもも肉贅沢に処理、低温でじっくり焼き上げ、低温処理ですね。肉の旨味を閉じ込みましたよと。で、さらに黒酢豚はこっちの方、3の10に入ってますよと。黒酢豚エビのチリソース、カシューナッツにくるみ、飴炊きに、酒造鶏、に、若鶏、若桃ショップル漬けですね。若桃ですね。で、桜大豆に、キノコのオエクソージャン炒めに、はい、甘酒白菜に、はい、金柑蜜煮に中華クラゲに青ザーサイに、合鴨ロースの黒胡椒風味、すごい豪華な味になってますね。黒酢豚は、バランスを取れた脂肪分で柔らかく、きめ細やかな肉質の愛、の三河豚ですね。フローズでさっぱりと仕上げたのを使ってますよということでございますね。狙いとか先言った通りですね。なるほどなということで。この八尾彦さんでも名古屋ですね。八尾彦本店は名古屋城下にて、江戸時代、享保年間より親しい料理店を始めました。創業当時より変わらぬ味や、また守ること、それだけに満足することなく、長らゆく時代の声にも耳を傾けながら、今日もまた新たな歴史の一日を積み重ねておりますということで、名古屋の新種のやつがこうドンと入ってるんですね。全国のあれですよね。そうですよね。うん。あ、そうだ。テントの村で出てるから、東海地方限定とかではね、いい感じですね。なるほど。八尾彦さんね、とか、ずらーっとあると。で、さらに、欲望設置って、さっきのやつですね。これも、なかなか、ここのやつだいぶ経験も、これまた、すごい、あれが入ってますけど、あらあらあら。すごいですね。これ、冷凍設置になっててってことか。はぁ、なるほど。難しい。すごい45種ドーンと入ってるのもあるらしい。これ、ギョンヤマブンさんのやつが、品目は、細かい品目はジャッと書いてある感じじゃないのね。なるほどね。はい。で、さらに、冷凍、さっきのお肉のやつ、さらに、これは三越とのコラボのやつで、が来てますね。はい、京菜味。野村みやび、おせち料理、四段重ってことで、これは、四段になってるんですね。なるほど。これは、ボリュームたっぷりですね。すごい。四の重。こう、四段ってのはなかなかないですよね。だいたい三重ね。まあ、この辺りが三重県だから30枚しかないってわけじゃないと思いますけど、4の10まであるやつ作っちゃってるんですね。ああ、豪華。ですから、伝統的なやつもね、しっかりと入ってるし、
作りとか、これは、もう、あちこちにその伝統とあるよ、ここが伝統ゾーンみたいな感じじゃないんですね。いろいろとバッと散りばめられてる、すごいですね。なるほどな。があるということでございますね。今日。で、これが水越のおせち。さっきのやつと、またちょっと違ってくるのかな。いろいろとあるみたいですね。はい。三段重に、獅子、和洋中おせちに、一応こっちだと和な感じですね。和の伝統的なものをかなり重視している感じにやるとも、ありの、福、古食オードブルってことで、それぞれね、一人ずつどうぞっていう感じですね。ここは一緒につまみながら、お一人様ずつポンポンと置けるのがありますよっていうことなんでね。こう、古食になってるのもいいですよね。最近はね、こういうのもね、いいですよね。なるほどな。で、さらに、和洋おせち小三段重に、和洋三段重、和洋おせち三段ということで、こう、いろいろとあるみたいで、63種とかわーっとなってますけどね。細かい品目のところ、そこ結構硬いしてあるんだな。なるほどな。京野菜の村。このあたりとか、アレルゲンのやつとかはわかるのかな？よいしょ。の夢。あ、ここにずらーっと書いてあるし、申し込みのところやと、まあ、ここを見たら、いろいろと詳細で書いてあるから、アレルギー情報とかは、あれは載ってなさそうかな？なるほどな。はい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 。このあたりも結構特徴が出てますね。なるほどな。よいしょ。っていう風になってるみたいですね。なるほどね。あなたも、伊勢エビ、これ何？伊勢エビが入ってんの？伝統、伊勢エビ的なものが見えてますけど、なんだろう。いくら正直、ドラフトに、やっぱり、あとロブスターの方になってますね。ボイルロブスターも入れますよ。すごいですね。豪華ですね。なるほどな。そうですね。で、さらに、みやびおせち料理、よらんじ。あ、これがさっき見とったやつですね。が、ここにあって、他にもいろいろと、やさか。あ、これあたりも全部、京西美、野村さんのね、うん。あと、三軒茶。ラストリカート、エンジン、ビミ3000。ああいう、だから、和洋中の、有名どころのところがコラボして、さらにタイアップしてドーンと作ってるとか、結構いろんな種類のやつがありますね。さらに、これは和の三段重とかですね。はいはいはい。ね、これはタイメイケンさんってことは洋食か。洋風おせち一段重なんてのもあるんですね。タイメイケンさんもね、この手のコラボだ。でもおせちではあんまり見ないか。結構コラボしたね、デリカセッションのところと、コラボしてね、お弁当とかが結構売ってたりとかっていうのが、見かけたりだとかありますし。タイメイケンさんは、どっかいないかな。よいしょ。あったあった。よいしょ。こんな感じでね、かなり古い本なんですけど、洋食屋さんって、洋食屋っていう本があって、これがね、茂木慎吾さんってことで、この方が大名軒の創業者の方ですよね。この本自体も古い、文庫本が1980年初版ですから、昭和 昭和55年作られた本なんですけど、この本のその、元、文庫になる前になった昭和48年、ですから1973年に、作られて、るやつになっているということで、ね、だいぶ昔の本なんですけどね、茂木慎吾さん、1911年から1978年まで、ご存命でしたよということで、まあ、だいぶ昔で、私が生まれる前の話になっちゃいますかね、1911年東京までで、明治44年生まれの方で、昭和6年に大名軒で独立してるらしいですね。1948年、昭和23年に、今の大名軒になるようなのが、になってるということでございます。ということで、だいぶ、実は、相当老舗のね、ところになってるんですけど、
の、これはそうですが、操縦者の方が、の、持ち木慎吾さんと書いてあって、今、お孫さんかな息子さんじゃなくて、多分お孫さんが多分今、対名権って、よくちょっと、いろいろな感じのスタッフの人がこうやってやってる対名権ってなってるの実で、あの方が確か お孫さんだったと思いますね。ですので、今は売ってんのかなこれもう、何せもう、40年以上前の本なんでね、今ちょっと手に入るのかどうかはわかりませんけど、こんな感じでね、養殖やってたのが、これがね、まさにその明治、大正、デモクラシーの時代に、養殖文化がどうやってしてね、こう、作られてきたのかとかがね、わかる本で、結構ね、見てるだけでね、養殖がね、食いたくなってくる。もう、コロッケの揚げ、ね、仕込みのやつとかね、そういう、こう、いろいろとね、気になるところとかがね、あったりしてね、まあでも、その仕事のね、大変さ、結構ね、その、今回に関わるところっていうのは、ああまあ昔からそんなに変わってないんだなっていうのも分かったりとかっていうのが、非常に面白い本だったりするんで、この辺ね、の、対名権ですね。なんかね、なんやかんや広げるネタが、これが、あるね、ちゃんと残ってんだね、これね。いいですよ、結構ね。当時だとね、三線滑裂。滑裂がね、三銭だって時代とかのね、頃の話。三銭ですから 0.03 円ですね。これ、でもそんな値段でさすがにあれだろう。これどういうことだろう。金がジョクジョクってところで、酒飲めない役になるとよく言ってます。あ、そうですね。三銭滑裂ってのは、あれですね。まかないで食べてたやつにつけてた名前らしいです。生揚げを焼いたやつを、カツレツに見立ててね、まかないなんで、ね、バッチとお安くね、作って食べるもんで、お弟子さんたちとかはね、ですから、当時はやっぱ高級なね、食べ物というか、カツレツといえば高級なね、洋食っていうこと、やつだったんで、それに見立てて、まぁ、ちょっと憧れと恨みしさを込めて、こう読んでましたよと。三線滑裂っていうまかないがあったようなっていうね、そんなね、まかない事情、それもね、なんか結構ね、時代をね、感じるようなあれになっておってね、面白い、本になってますね。意外、こういう本ね、好きなんですよね。っていう、対名権の洋風おせち一段重ってことですね。はい。で、福吉さん、お集まり和洋おせち、祭りで二段とかもあるらしいです。で、あと定番のおせちですね。京都昭山、和風おせち料理千寿閣四段重、これも四段重になってるやつがあるのでね、なんか R がいっぱい入ってるぞ、なんだどういうことだどういうことだ、これはすごいですね。どの重どう、なんだこのアワビに、あーうんとアワビにってなってるけど、あーなんかアワビの量がえげつないことになってたぞ。すごいですね、かなり高価な宿になってますね。なるほどね。いろいろとありますね。で、さらに、ホテル、地山荘をね、ここでも出てきますね。和洋折三段重、入ってきます。さらに、福井温泉旅館、渡月庵月下、宝生亭、コラボセット。だから、北陸の温泉旅館の三つの旅館がコラボして作ってますね。なるほどね。アクラン温泉とかがある方面とかも北陸の方ですもんね。なるほどね。はいはいはい。とか、あとは俺の監修で、俺のおせち、俺の洋食、俺のイタリアンとか、俺のフレンチとかの、俺のですね。で、おせちもあるらしいです。共演って言って、すごいですね。かなり洋もしっかりと入った感じですね、やはり。で、赤坂、あいつは、小福3の10ってことで、3段重です。ちょっと変則ですね。横中にぴょんぴょんと横についての3段重っていう形で、まとまってるのもあったり。あと、これは六角になっとるヘキサンゴの中になるのは、ほのかさん、銀座花鳥かな、ほのか、和洋3段重なんてのもあったりするらしいですね。すごいですね。かなりこれは、かなり海鮮がドンと入ってますけど、加賀ですね。ですから、これは、石川の方かな。月うさぎの里、加賀、都京。月うさぎですからね。なるほど。うさぎの里ってことで、うさぎ里で都京ですかね。多分、都郷かな、都京かな。という、ふうな感じになってるということで。これまた二段重です。18種かける、だから、あれが、
個別おせちですね。それぞれで、1、1で、セパレートで食べれますよ。ですから、一緒の品目ですね。何やとか入ってますよって形ですね。なるほどね。ということで。さらに、キャラクタースイートもあるんですね。あら、ミニオンなんてあるんだ。すごいですね。ミニオンの二段重。なるほど、こんな感じで。もう、だいぶミニオン色になってますね。さらに、パティスリーモンシェールのスイーツ玉手箱。あ、スイーツなんだ。もう完全スイーツだ。これもマカロンとかなのかな。なるほどな。はははは。は。で、さらにスイーツビュッフェ、こんなのもあったりして。へー、おせちって、まあなってますけど、まあかなりいわゆるバラエティ、お正月に食べるバラエティ品っていう感じになってますね。なるほどね。さらに、価格で、いろいろと、分けてあるのもありますよ。まあこれさっき見たやつと一緒ですね。で基本ここに出てくるのは宅配のやつばっかしがずらーっと出てくるですね。店頭受け取りのやつは意外と少なくなってますね。なるほどな。宅配に力を入れてるっていうのは、面白いですね。店頭受け取りがこうやって見てると少ないですもんね。すごいですね。うん。これ結構特徴的かもしれません。まあ多分、あれでしょうね。店舗数が、あれ今店舗数の数っていうと、ファミリーマート、そのサンス、ミニストップさんちょっと置いといてね。デイリーヤマザキとかミニストップさん置いといて、ちなみに、デイジー山崎がやらんのかっていう話が出そうなんですけど、三重県のその北中西地域の方向けにやってるんで、これ四日市を中心にしたね、ところをやってるんで、デイリー山崎がないんで、その調査対象会となりますっていうことなんで、余裕があったらデイリー山崎ももしかしたら追加でやるかもしれませんけど、基本的に四つ目の方では、その四日市地域とか、こっちの方にね、店舗のあるところだけやるんで、ちょっと、デイリー山崎さん、ちょっと対象会のところになりますよ、ということはご了承くださいって言います。こんなところ言ってもしゃあない気はするけど、っていう感じで、いろいろと、ありますよ、ということで、データ構成がわーっとありましたよ、という感じでございまして、まあ結構通販力入れてるのかな、もしかしたら店頭のカタログを私がちょっと見つけられなかった。もしかしたらそのあたりもあるかもしれません。結構、通販の方に力を入れてるのかもしれませんね。結構その、いろいろとセットで売ったりとかっていうのもあって、かなり宅配に力を入れているんじゃないかなというのも見ております。価格設定も宅配と、ね、900円差とかです。全部900円差か。税込みで900円差なんで、正直、買いに行く手間のこと考えたら、受け取りで、原価まで持ってきてくれたら、こうやって900円だったらいいや、こっちの方がいいやっていう風になるのも、なんとなくね、お正月のね、ドタバタしてる時だったら、なんとなくわからんでもないですしね。なるほどな。このあたりは結構、クリスマスケーキとはだいぶ違うし、同じね、おせちでもそのセブンイレブンやろう。そんなちょっと、かなり、特性が違うといった感じが、見て取れるのも面白いんじゃないかなという感じでございましたね。まあ、今回はね、30分ぐらいですけど、まあ、間になんかちょっとわたわたしとったのもありましたけど、まあまあ、こんなところかなってことでですね、品目的にも、そう、品目、ここのところからいろいろと、品目がわーっと分かれてね、見れ、1画面で見れるんじゃなくて、宅配画面に行って、チェックはできるけどっていう感じですもんね。なるほどね。うん。この辺りもちょっと、ユーティリティが結構、ここのおせちで見たらちょっと違うのかな？あ、こんな感じ。あ、でもこっちなんかちょっと、あれかな？あっちの方なんか見、さっきのところの方が、いわゆる、マーケティング戦略は見やすいかなっていう感じがありますね。なるほどな。まあ、どうかと、ボセルフォとかの方のが結構今力入ってる。あまあまあ、そうか、時期的にもそうですよね。っていう感じがあったりとかっていうのもまた面白いところかなというところでございましたね。ということで、まあ、ファミリーマートさんはこんな感じ。まあ、特徴としてはかなり、通販に力を入れているのが、その他の、CVS、コンビニエンス系列のところよりも、かなり通販、の方に訴求してるっていうのが、かなり特徴、空調的だったかなというところですね。あとは、ま、コラボの、やつとかも、かなり、オリジナルのね、ところと組んで、品目アイテム数的にはちょっと絞ってるのかな。特に店頭に関してはかなりアイテム数を絞ってたっていうのも、かなり特徴的ですね。これは多分、おそらくなんですけど、コンビニって、そのスーパーでね、私も働いてて、スーパーの中ではいわゆるバックヤードが小さめのところにいたよって言われてるんですけど、
コンビニとはやっぱ日にならないぐらいバックヤードがあるわけなんですよ。っていうふうになると、こういうふうに冷蔵でね、こうやって控えとして、ね、管理をしないといけないってなってくると、やはり、コンビニでね、店頭出そう、かなりバックヤードのね、圧迫もある。そこに年末年始はどうなんだろう、コンビニって物流止まるのかな。結構その、元旦から来ますよ、みたいなお店で働いてることもあったんですけど、スーパーとかだとね、元旦休みとかが多かったけど、他のね、飲食とかだと結構、私が行くところは大体元旦、もう大体年越しがそのまんまね、お店で年越しをしてね、新年明けましておめでとうございますとお客様に言ったりするようなね、ところが多かったんで、お年越しを結構会社で迎えるっていうことがほとんどだとね、ここ最近はね、年末年始は、休みなんで家で迎えることも多いですけど、っていう感じのところからって考えると、うん、結構その物流が止まったりとかがあって、そういうようなところだと、結構ストックパンパンに取っとくんですね、お正月前って。特に正月前がね、結構来るんですけど、結局その、配送は止まっちゃうんで、配送してるその、ヤマトさんとかはね、配ってるんですけど、いわゆる問屋さんですね、問屋さんが休みになっちゃうんで、発送してくれないので、基本的にはその分をストックして取っとくっていうので、結構その時期だけはストックはパンパンにね、マックス、かといって、特にフライドポテトとかね、よく出る、かさばるアイテムはもうパンパンまで頼んどいてね、ギリギリでやったりとかね、いうふうなことがあったりするんですけど、おそらくコンビニもあるのかな、そういうのか。だとするとね、その、おせちの予約のやつとかでね、バックヤード、チルドのバックヤードとかが埋まったりするのをちょっと嫌うとかっていうのもあったりするのかなっていうようなこととかを考えながら、これはもう完全に予測、もう陰謀論に近いようなね、レベルの話なんでね、全然実際とは違うかもしれません。またね、このあたりとかね、ちょっとファミリーマートに詳しい人とかね、教えていただけたらね、また、あれなんですけど、どうなんでしょうね。まあそういうようなところとかも私って結構通販に力を入れてるっていうのはあるかもしれないね。クリスマスケーキの方のが、ファミチキとか売りたい。クリスマスケーキと一緒にファミチキとかは、これは通販難しいじゃないですか。ですからファミチキとかそういった揚げ物とかを、売るのを、売りにしたいから店頭に来させたい。っていうので、通販よりも店頭のやつが結構メインワーッと来てましたけど、こっちの方の場合はあまりそういった訴求がね、おせちと一緒にファミチキいかがですかっていう、いや、まあ別に食べてもいいと思うし、別にまずくはないと思うっていうか、むしろうまいとは思いますけど、それでもね、そういうようなところで訴求が難しいっていうので、多分クリスマスとはちょっと違った戦略を立てているんじゃないかなというところですね。まあ、ライバルになってくるとかもちょっと変わってきますからね、っていうようなところとかが見えたりするのも面白かったかなと思います。ということで、まあ、これぐらいにしとこうかな。毎回別に1時間話さなければいけないというわけでもないですからね。今後の、まだこの後、全部の北西地域、北中西のね、スーパーのやつ、全部クリスマスとおせち全部やってかないといけないんでね、それはね、私もね、腰も痛くなってくるわっていうわけなんでね、これぐらいで今回は締めさせていただきたいと思います。次回はミニストップになるのか、ミニストップがまだちょっとね、おせちのデータとかもちょっと出てこないんで、もしかしたら先に、もうスーパーの方に入るかもしれませんけど、また、見つけ次第ね、どんどんと上げていきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画これぐらい締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。